さあこれは近藤が厳しいですよ。今フェニックスの片翼がもがれるかもしれない。赤が来たからって喜んじゃいけません。赤なんなん、なんなん、赤が来ただけで喜んでちゃ素人ですよ。だってでもこれなんとかなるかもしれませんね。4、5までありますよ。いやだけど一泣きしないかな。しないな、きっと。近藤は最後まで近藤ですか。はい、近藤今日はこう言ってくれてました。慌てず騒がず落ち着いてと。やっぱりねそれ大事な要素ですから、はい、近藤が負けるときは近藤をやって負ければいいですよね。でも今日はそれじゃダメなんです。なんで慌てず騒がず落ち着いて今日は勝たなきゃいけないんですよ。あ、そっか、ほらくっついた。ほらってほらじゃないですほらじゃないんです。これはこれは動きやすいですよ。これで5800からありますからね、一応5800上がって、ええ、なんとかしないとね。そうですね。うわー、先輩だ、最悪最悪だけど待ち良くないですよ。リャンピン、ウーピン1枚しかなくて、リャンピンも2枚場に出てますから、じゃあリャンピンも1枚だ。ワンワン1枚ずつですね。うん、はい、近藤これは引けない、引かないですよね。引けないというか引かないですよね。もうここはもう放銃覚悟で、そうそうそう、目つぶっていくしかないと。ポンあるか、ポンあるか、ありますよね。これリャンマンってタンヤオと何の後付けですからね。そうです、もうリャンマンは勝負ですね、リャンマン勝負ですね。ドラマタギというかドラ表示牌、いけー。今魚谷と和久と茅森をその背中に乗せての戦い、フェニックスの全てを背負っていると言って今この近藤誠一。難はどこだ。そう、難さえね、難はどこだ。なんだ、追いついた、自慢、バゼロ1、リャンピン食い流した、危ない、キャッチしてるとこだった。これ1、2、3、五山5対1。なん、缶は缶きた、大人缶だ。シンドラはウーピン、佐々木の上がり牌がなくなった。でもドラさん乗ったのにはなくなった。積もったリンシャンだ、4000オール、はい、なんだこれ。不死鳥フェニックス近藤誠一、おー素晴らしいね、素晴らしい、何の大民間天敗だ。これはリーチでしょ、白だ、怖いものはない、ラスピッチ、リーチだ。5万待ち同士、5万待ち同士、2枚山でも5万待ち同士だとなると太郎が勝ちそう。これ朝倉積もったらセンス一発なら文句なく、着順浮上、はい、1326だと65の75だからちょっと足りない。2万、3層ばっかり来る。1326ダメなんだ。65は75で、え、あ、200点足りる、うん、足りてるよ、ね、あ、200点足りてますね、ごめんなさい、200点足りてますね、うん、失礼しました。だからまず3着には上がれるよね。積もればもうとにかく3着からですよね。でも太郎から出たら出ないんですけど、出ないですからいいですね、出ない話をしてもしょうがない。ブラさんの可能性はスーピン、あるいはウーピン、ウーピンはない、スーピンが1、あースーピンが乗っかってれば、あ、天敗ですね、また近藤。でも近藤はもう朝倉勝ってくれていいですもんね、おそらく。そうそう、打つ牌がないんだ。9ピンがパーピン4枚切れで、でも一応ション牌、9ピン打つよりないか。あ、5万は中筋ノーチャンスって、中筋というかリャウマン通って5万だ5万だ、朝倉上がらない、上がらない、はあ、これで近藤が落ちてきたと。あららららら、朝倉賢いね。朝倉上がらない、太郎の上がり、リーチドラドラ7700。あれ朝倉26だったもんね。はい、これはあのリャウマンが通っていて7万が4枚見えてたんですね、近藤からは、はあ、ウッパーマンがノーチャンス。
うわー、これで近藤が3着に落ちてきた。太郎朝倉の2人転廃で龍曲近藤久人との差が朝倉3000点縮まります。これで朝倉は何を上がってもまずは着順アップですね。久人とは5-3、1000-2000。さあ太郎、まだ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 ポイント欲しい。久人悪い、近藤は悪い、どうしちゃったんだろうね。そしていい、これ本当にウーマンの見逃し生きるかもしれません ね、そ う, ですね。うわー、すごいいいじゃないですか。またトイツが増えてきた。これで4トイツ。おっと、嘘、え、ここでやるのかこの男。え、うわー来た。まあね、スーピン1とウーピンが1、チーマンはない。嘘だ、スーピン1枚いるぞ。なんだこの男、いるぞ。闇点ありますねこれ、闇点でハネマンです。三暗光トイトイ白赤、スーピン1もありますよ須田さん。トップはないんだもんね。うわー、なんだこの地どうなるの。これ積もったら気持ちいいね。積もったら大変。あー、これ7万危ない、これ危ないね。1万2000だ、7万ね。いやこれ出る、出るよ。4万通ってますもん直前で、ね、1万2000だ近藤誠一。いやーよく耐えた、セクシー来ました。トイトイ三暗光白赤、1万2000は1万2600。一時は4着目に押し込まれたセガサミーフェニックス近藤誠一、最後は2着でフィニッシュ。そして4着押し付けられたのは本日バースデーの朝倉更新呆然。あと2チームからしたらどうなんだ。ドリブンズとパイレーツは、まあファイトクラブからしたらパイレーツが下の方がいいか。あ、そうですね。フェニックスからしたらもうどっちも下じゃなくとないと困るので、ターゲットは多い方がいいから、ま、ドリブンズが下の方がいいのかな。いや、パイレーツが下の方がいいんじゃないですか。で、あとはもうターゲットはじゃライデンに絞る。ええ、そうそうそう。もうドリブンズ逃がして、パイレーツがかわす条件で、あ、かわす前提でライデンとの勝負に打ち込む。なるほど、なるほど。いや、残り6戦4戦となるとね、そういう時期ですもん。あ、なんだ、え、え、何今、え、ドラですね、ドイツ落とし。タンヤオ、タンヤオ仕掛けられるように。いいペーコーがある。これで裏裏でバイマンとかギリギリある。乗りやすいもんね、いいペーコー系は。はい、赤ウピーあるのか。赤ウピーあるぞ。赤ウピー引いてチーマンで上がって裏ドラ次第ではみたいな。フェニックス、その左手で奇跡起こせるか今度。これ3万食わせたら大したもんですけどね。ああ、なるほど、うん、ロンの可能性は何点までダメ。1000は1300で同点。あ、そうか、あ、そうか、ダメなんだ。打っちゃうと同点トップですね。あ、はい、あーかー、ペンちゃん、いいスピンか、ピンズ安い。じゃあパーソ急走かな。違うのか、違うんだ。来たんじゃない。メンタンピン一発積もイーペーコー赤裏一で OK ですよ。あと一発なくてもチーマンで積もって裏裏 OK。 これチーム8位だけにリーチある。このまま上がっても前原は逆転できる。いや、リーチのはず、近藤はリーチのはず。チーマン2山、スーマン2山、そう4山なんだ。4山一発積もればまずハネマンスタート、裏ドラ次第では奇跡の2着。バイマン積もったらトップだ。
バイマンあるじゃない。ありますよこれ。バイマン積もったらトップ。いやこれリーチでしょ。誠一さんに任せたんだよ。あなたで負けたらしょうがないって言ってるんだ。リーチでいいじゃないか。チーマン一発で積もったら裏一でトップですよこれ。あ一発だね、はい、で一発じゃなくても裏裏でトップ。ハネマンツモは、3着までなんとか一発で積もりたいね。数万1枚減った。でも欲しいのはチーマン。いけるか近藤。いいダウソだよこの男。裏一でいい。裏一でバイマン。裏一バイマン。どうなんだ。あんたさ、バイマンだ。信じらんないだろ、こんだろ。なんだよ、これ。ありえんのかよ、こんなことが。素晴らしい。トップですよ。トップだ。トップですよ。リーチ一発相撲、タンヤオピンフ、イーペーコ、赤、裏。見事。いや近藤もう感極まってますよ。これは素晴らしいよ。こんな奇跡が。あなたに任せて負けならいい、そう言いましたチームメイトは。去年ね一番苦しい思いをしたのは多分近藤なんですよ、はい、最終日の初戦でねフェニックス、近藤はラスを引いてそのまま優勝を逃しました、はい、そのリベンジを今ここで果たしましたね。いや素晴らしい。考えられない。考えられないね。考えられない。ちょっと本当に累戦熱くなりますねこれはね。はい、いやポイント出てるんですけどちょっと読む気になれない